すごいものを見てしまいました。 RRR という映画ですね。インド映画、恐ろしい、過去一ですね。うん、エンタメ映画ではもう今まで見た中のどれよりもその5段階上っていうか、すごいですよこれ。これね、去年の10月21日に公開されてたらしいんですけど、知らなかった自分が悔しいというか、よかった3ヶ月生きてるうちに見れてみたいな、そんな感じの興奮です。いやー、これね、教えていただいたのが、あの足長パフォーマーの何それ君っていう、はい、あのこの間の1月にスラムダンクとアバターを見て、そんで見ましたよみたいな動画をアップしたところ、そこにコメントくれたんですよね、何それ君が。で、何それ君はね、結構いつもね、いい映画とかあといい本を教えてくれたりしてて、で、あの、あ、これ何それ君の情報だから間違いないなとは思ったんですよね。で、インド映画過去に当たってますし、まあ、全てうまくいくって映画かな。あとライフオブパイか、あの船に動物と一緒に漂流する、あれもすごく良くて、あ、今回もじゃあいいんだろうなと思って行ったんです。ちょっとね、予想以上ってか、すごい、ほんとすごいわ。何それくんがそのコメントで書いてくれてたんですけども、そのまあずーっと最初からクライマックスの連続だと。まさにそうですよね。もう一番最初のシーンでグッと掴まれるんですよね。ものの1分2分、もうそこにね、もう全て起承転結があって、そんな起承転結のあるエピソードがもう50個とか100個とか詰まってるんでしょうね。3時間、あっという間な感じはしないんですけども、たっぷり見たな、もうヘトヘトだなって感じはするんですけども、まず飽きないです、うん、ずーっと飽きない、ずーっと食いついて、え、今度どうなる、え、こうやって乗り越えたの、え、このピンチはどうすんの、お、こう来たか。で、それがちょっとありえないことで、そう、解決もするんですよ。ツッコミどころ満載な。そりゃねえだろうね。許せちゃう。このアクションというか、撮り方、映像の撮り方なんでしょうね。もうね、あの、普通の説明のシーンがないんですよ。いや、あるんですけど、物語の普通説明のね、シーン、あ、これ説明のシーンだなってあるんですけど、そのシーンが全部エンタメになってる。あの、例えばバキューンって撃つでしょ。撃つんですけど、普通だったらバキューンで、うっぐらいのもんですけど、バキューンでこう、ピストルのまずアップ。で、スローで弾が出てきて、弾のアップ、撃たれる方のアップ。ちょっと、まあまあ、そこ、まあごめんなさい。これはネタバレじゃない。うん、まあまあ、こんなシーンいっぱいありますけど。まあ、すごい。もうあんまりにもすごいんで、終わった後にですね、あのこう電気がつくと、あの映画館中の全ての観客なんか明らかに興奮してんじゃないかっていう、そんな感じが伝わってくるんですよね。あの映画館によっては拍手が起きたり、あとスタンディングオベーションしてる人がいたりとか、そんなネットの情報も見ましたけど、いやー、もうね、本当にね、あのサッカーのワールドカップ日本が勝って、ほら渋谷のスクランブル交差点でハイタッチする、もうみんなとしたいっていう、あんな感じでしょうか、よかったよねって言い合いたいっていう、そんな映画あるんですね。これ1900円、まあ僕はシニア割でもっと安く、うん、1400円とか1100円で見れるんですけど、いや、安すぎますよ、これ。だって、舞台のミュージカル8000円ぐらいするんですよね。まあ、ミュージカルじゃないんですけど、そのくらい豪華な、もう何千人出てるんですかっていう。うん、まあ、CG かもしんないけど、どんだけ動物出てくるんだろう。まあ、それも CG かもしんないけど、いや、CG でも全く問題ないもん、楽しめるから。すごいわ。本当さ、興奮冷めやらないよ。もう一回は絶対見たいですね。で、これね、もっとね、ロングラン
援してほしいですね。てか どうしてこれね、そんなに巷で話題になってないのかな。なってんのかな。動画とかだと結構上げてる人いっぱいいますよね。興奮して8回見ましたみたいな人いましたけど、これはほんとすごいなぁ。いやーすごい。何それ君、ありがとうございます。はい、堪能しました。ね、映画やっぱいいなぁ。うん。これは別に IMAX とか別に 4DX とかそういう特殊な画面で見たわけではないんですけども、十分楽しめる。3時間すごいわ。うん。で、またあれですよね。今、タイタニックもやってるんですよね。タイタニックの 3D リマスター。あれも見たいんだけど、なんかチケット取れないらしいですね。あれはね、25年前に最初2回見たんですけど、一発目大阪で見て、仕事の合間かな。で、すごいんですよね。1時間ぐらいのシーンかな。これもごめんなさい。ネタバレも別にいいですよね。昔の映画だし。うん。で、こう、船が沈み始めて、レオナルド・ディカプリオか、ジャックか、ジャックが、こう、ね、ローズを避難用のボードに乗せる。うん。乗せるんだけど、ローズがまた戻ってきちゃうと。で、そこで、ローズ、お前はなんてバカなんだってジャックが言う、この一言、ここから、シク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 、もう、場内みんな泣き始めるという。俺もね、いや、まずい。僕はちょっと人前で泣くのは恥ずかしいタイプなんで、ずーっと最後までシク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 大阪の映画で、これ東京に戻ってもう一回見たんですね。あれすごかったなと思って、東京で見たら大阪ほどではないんですよね。やっぱ大阪の人すごいですね。感情豊かに出すんですよね。東京だとね、みんなまあ我慢してるかな。でもずーっと来るな、あれ。もう一回見たくなっちゃいましたね。いや、あのタイタニック見てない方はですね、ぜひタイタニックいいですよ、やっぱり。うん、映画館の方がいいんじゃないかな。うん、僕テレビでも見ましたけど、うん、やっぱ映画館でね、リマスター版、来週23日までっていうので、ぜひ延長してほしいですね。うん、チケット取れた人は羨ましいな。ちょっと行ってみてください。あるあるある、もう一回見たい。あ、鬼滅も見たいけど、あるあるあるということでした。すいません。